はい、皆さんこんにちは。今回は第122回ということになります。それでは入っていきます。Microsoft was not grateful。まあ、Microsoft はね、昨日もありました。今回、前回ありましたけども、Windows 用に iTunes をね、立ち上げたことに対して、当然 Microsoft は grateful、感謝してないわけですよね。だって Microsoft が儲かるわけじゃないですからね。Apple が記憶打って儲かるわけですから。iPod もね、売れるし。They are pursuing the same strategy that they pursued in the PC business, controlling both the hardware and software, Bill Gates told Business Week. まあ、彼らは、the same strategy that, that というかと同じ戦略をやっていると。PC ビジネス、パソコンでやってたビジネスを追い求めた同じ戦略をやっていると。すなわち、ハードウェアとソフトウェアの両方をコントロールしている。とビル・ゲイツがビジネスウィークでに語ったわけです。ビジネスウィークという雑誌ですよね。We've always done things a little bit differently than Apple in terms of giving people choice. 私いつも次のようなことをやってきた。すなわち、in terms of 何々の点で、人々に選択肢を与えるという点では、Apple よりもいつも、a little bit differently、ちょっと違ったやり方でやってきた。まあ、要するに、まあ、その一体型みたいなアップルのそういうことをしないで、もう、まあ、ライセンスを上げてね、誰かなしに使えるようにするみたいなね、そういうことをやってましたよね。It was not until 3 years later in November 2006 that Microsoft was finally able to release its own answer to the iPod. It was not until that ですから、ないないして初めてのマイクを訳せばいいですね。3年後の2006年11月になって初めてマイクロソフトはやっとこの iPod に対する It っていうのはこれはマイクロソフト自身の答えをリリースすることができた。ということは iPod に対抗するものを作ったわけですよね。外で聴けるっていう。It was called a Zoom and it looked like an iPod though a bit clunkier. それは Zoom と呼ばれて iPod の外見なんですけどもちょっとクランキアって書いてますからこれクランキーから来てますよね。ちょっとダサいってことですね。ちょっとダサいけれど iPod に似てた。 2 years later it had achieved a market share of less than 5%。 2年後マーケットシェアは 5% 以下。 Jobs brooded about the cause of Zoom's uninspired design and market weakness。 まあ、ジョブズはこの Zoom というマイクロソフトが作ったiPod みたいなね、外で聴ける音楽プレイヤーですよね。それが uninspired、もう全然こう、使ってる人をね、まあ、しょぼいデザインということですよね。それから market weakness、まあ、その市場の弱さ、Zoom のね、それの原因について、ブルーターだから、まあ、コテンパンにけなしたわけですよね。デザインはもうダメやし、その市場を分かってないと。だから 5% 以下の市場しかないんだっていうことですけども、それを一体ジョブズはどういう言葉で言ったのか。これ非常に納得のいくね。もう本当、ジョブズの性格を表しているような答えですね。それが次回です。